私、エゴイストかどうかということを皆さんにお伺いしているんですけれども、自分の性格とかではなくて、仕事に対する、うん、自分の,のこだわりとか、そういう意味、エゴイストです。それはなぜかというと、僕自身が録音した声とか、喋った声に関して、誤解がないようにしたいっていうのが主にある。 えー、と、時に、音の流れが悪いだったりとか、言葉の伝え方が悪かったりとか、詰まり方とか、声の、えっ、ー、と、呼吸の仕方だったりって、なった時に、自分自身が違和感のあるものは、絶対に出さないです。で、さらに、えっ、ー、と、その時に、えー、例えば、生だったらそれができないんですけど、これ昔、お師匠さんに言われたことがあって、 えっと、エゴイストっていうのは自分自身のことを考えることじゃなくて、そうじゃなくて、自分自身が表現したものを相手が誤解なく受け止めることができる。それをこだわることがエゴイストだっていうふうに言われたんですよね。で、僕自身はそれをすごく大事にして、でて、それはお芝居でも、声に出して読む、うん、仕事でも間違いなくそこは存在します。 井原さんにとって、声優業とお金の関係について、えー、少しお話しいただきたいんですが。お金に関しては、先ほども言った通り、しっかりと、えー、報酬を得るべきだし、えー、と今の、えー、と声優業、えー、広域でいうところの声優業でもそうなんですけど、もっとね、えーと、稼ぐべきだと思うし、お金を得るべきだと思ってるし、で僕は、 年収を公開した方がいい職業の一つだと思ってます。それはなんでかっていうと、思った以上に稼いでない人が多いから。で、えっと、思った以上に世間的にも認められてたりとか、認知されているのにもかかわらず、思った以上に稼げてない人が多いです。で、めちゃめちゃ稼いでる人も1億円とか2億円とか超えるっていう人は本当にいない。そんな世界なので、 でも芸能界でそれってありえない話で、だってもっと稼いでる方もいるだろうし、それこそプロ野球選手の、ね、えーえー、もう人とかか変わらないぐらいのお金を稼いでる方もいるのに、声優に関してはそれがない。そのレベルじゃないっていうのが、ちょっと、うん、なんだろう。違和感です。で、相場自体も安いんです。 とにかく、えっ、ー、と、アニメの世界とかもそうだし、あとはこの、今 YouTube っていうのは発展途上で、開始したばっかりの、えっ、ー、と、仕事なので、この価格だけど、おそらくこれ相場が上がってくると思うし、えっ、ー、と、上げなきゃいけないと思ってます。一本、ね、だったナレーションに関しては一本。で、えっ、ー、と、アニメに関しては、一収録です。これなん、何かっていうと、 えとセリフが一言でも、セリフがいっぱいあっても、同じギャラなんですよ、アニメに関しては。えー、と録音に関しては。みんなで集まって、同じ時間、そこで暮らして、えーと、解散するってなった時に、もう一本なんです、それそうですね。<laughs> んなんで、一言だけってなったら、もっと知りたいですね、そういうこと。全く知らなかった。 それこそ、そのアニメのお金自体は少ないんですけど、その、えー、目に見えて有名な人と、有名じゃないけどめちゃめちゃ稼いでる人がいるっていうのが不思議な業界なんですよ。えー、テレビのナレーションをしている人とかってあまり名前が知られてない方も多いし、えっ、ー、と、CM のナレーションをしている方って知られてない方多いんですけど、そっちの方が稼いでたりする。むしろ、えっ、ー、と、アニメとか出ている人よりも倍とか、もしかしたら10倍ぐらい稼いでる人もいます。 まあそういった世界なんですよね。なので、その芸能界とちょっと違うところは、有名になればなるほどお金が稼げるっていうよりかは、やってる仕事の種類によってお金稼げるのが違うっていうとこですよね。あの、コマーシャルの方とか、テレビの方はまだやってないんですかテレビはやってないです。まあもちろん、その、有名になったらやりたいですけど、でもそれよりも、 数出たいっていうのがあるので、あとはもうテレビの、えー、っと時代じゃなくなると思ってるので,で、僕自身はラジオが好きで、ラジオはずっと出たいと思ってますけど、それよりかは、みんなが見るのは YouTube だったりとか、他の動画媒体だから、そっちに声を当てたいです。声優業というものにとって望ましい環境っていうのはどういうものでしょうか これどの芸術関係もそうだと思うんですけど、デザイナーさんを抜いて芸術系の方ってお金の勉強っていうのをやっぱり勉強されない方が多いっていうイメージなんですよ。日本の教育において。えー、声優に関しても専門学校に行ったりとか養成所に行ったりした時に、えっ、ー、と学ぶ時に技術は教えてくれる。だけどお金の稼ぎ方は教えてくれない。でも、 一番大事なのはお金の稼ぎ方だと思うんですよね。自分自身が得た技術をどう活かすかってなったときに、声優業界として望ましいのは、そのお金の稼ぎ方を教えてあげて、本当の、えー、とお金どれぐらい稼げるのかとか、どれぐらい、えー、の仕事をすれば、えーと、食べていける、生活していけるのかっていうのを、ちゃんと伝えられたりとか、みんなが知れるっていう状況が望ましいです。じゃあ、それは、えー 教えたりトレーニングをする方も、それから見る観客、視聴者の方も、そういったことに対する理解を深めていくということでしょうか。どっちもそうですね。まあ今はもうちょっとそこら辺盛り上がってきてるんですけど、えー、ライブ配信だったりとかで、えーと、お金を投げる、投げ銭をするっていう文化がちょっとずつ根付いてきているので、それがもっとみんなが当たり前だと思うようになったらいいなと思ってます。 声優業に関してのコロナの影響というものはどういうものだったでしょうかはい、えー。収録は全部ストップしていて、で、アニメの、えー、と作画自体も変わっていったりとかして間に合わないっていうのがあって、例えばなんかアニメでも総集編とか過去のものを流したりするようなところも出てきたりするぐらい、やっぱりこう、一つに集まって録音するっていうのが基本なんで、もう完全ストップですね。 で、ナレーションに関しては、えっ、ー、と、家で録音するっていう環境が整ったんで、対応できたんですけど、もうそれ以外に関してはもう、ほぼほぼ止まってしまったっていうのが、えー、現状で聞いています。で、まあ僕自身がやってる仕事は、コロナでも関係がない、家で録音して、ネットで繋がっていてってなった時に、えっ、ー、と、宣伝できるとか、えっ、ー、と、納品できるものなので、そこは影響ないところなんですけども、 実際今東京で、えー、と活動している子たちっていうのは、えー、声優も関係なく舞台演劇に関しても完全ストップで完全に収入がなくなりました。なので、えー、舞台だけでご飯が食べられていた人、もうバイトを辞めることができたっていう、もう芸能人としてしっかりと働けるってなった人たちがみんな収入ゼロになったので、もうほぼほぼ壊滅になったんですよね。 で、声優業界もそれは大いにあり得たし、声優さんでとにかくアニメに出て稼ぐ人っていうのはイベントでの収益がほぼほぼなんですよ。なので、イベントが打てなくなったっていうことによって、お金が稼げなくなった、だったりとか収入が減ったっていうのはいっぱい聞いています。 まあ声のお仕事なので、物理的にこうお顔が見えなかったり、会えなくても、何かこう例えばオンラインでするとか、そういったことは可能なんでしょうか、そういうふうなイベントの代わりになるようなものは可能なんでしょうか。それこそライブ配信に可能性をもっと見いださなきゃいけないなと思ってるし、顔を出さなきゃいけないライブ配信もあるんですよ、YouTube ライブ以外にも、17ライブとかそういったアプリがあるんですけども、それとは別で、 音声だけで楽しむっていう媒体も増えてきました。なので、イベントを、をえー、その動画を見れる人はお金をかけてる人だけとか、えー、そういったので変わっていくと思うんですよね。で、実際に会いたい人はもっと高いお金を払って会いに行くっていう風に。 まあちょっとずつですけど、変わると思います。その媒体っていうのは、私は YouTube しか知らないんですけど、他の媒体を知ってる人しか見れませんよね。あそうですね。それはどういうふうに宣伝していくわけでしょうそれ自体は、その有名な声優さんがいたりとか、その人自身が宣伝しなきゃいけないんですよ。そのアプリケーションがあるってことを。 で、僕がここでやってて、ここでしか会えませんよとか、ここでしか話ができませんよっていう感じでもうあの公開していくっていうことで増えてってるイメージです。じゃ井原さんもそうやって新しい媒体を宣伝してるわけですか僕自身はこのあ配信アプリやってますとかはやっていますね。どうぞ。あ、そう。最近はね、やってません。んそれ自体は自分自身が今、 あの力を注がなきゃいけない場所があるからそっちを集中していこうっていうふうな作戦ですけどあじゃああのスマートフォンでしか見られないというのはやめたんですね今はやってないです、うん、よかった <laughs>